それでは次の質問です。はい、はい。経営には財務のセンスが必要と聞きますが、センスの良いお金の使い方、動かし方とはどのようなことを言うのでしょうか私はグラフィックデザインの会社を個人の時期と合わせると15年近くやっておりますが、全く分かっておりませんということで。この世の中は経済社会でしょでお金がベースになってものが動きますから、お金ってどういうものかってのは知った方がいいですね。それで、経営者の知らなきゃいけないお金ってどういうことかっていうと、 イコール時間っていうことと、お金は強さとか力ですよっていうのを知っておくべきなんですね。まず順番で言うと、はい、お金ってイコールね、時間なんですよ。時間っていうのはイコール人生みたいなもんなんで、お金の使い方が上手だと、時間とか人生の生かし方も上手になりますよねって思ってください。で、基本的に経済社会なんで、生きていくためにはコストがかかるんだよね。それがまずくなっちゃうと倒産しちゃうから、経営者っていうのは倒産させないで、時間を確保するっていうことをやんなきゃいけないんですよ。で、時間の確保はイコールお金なんですよねってことです。うん 例えば、一ヶ月会社が無事に仕事をし続けるためには、自分と社員さんとそれぞれの家族が安心して生きていかなきゃいけないってことじゃないだから単にこの仕事面白いからやるぞっていうのと、もう一個はそう会社やっちゃうと、みんなの生活を維持しなくちゃいけないってことになる。でも、うん、そうすると、売上よりも利益が重要になるんだけどさ、例えば月々1,500万の売り上げがあって、えっ、ー、と、コストが、例えば人件費とか家賃とか、<賃>いろんな雑費引いた時にこれくらいかかるよね。 で、差し引いていくら残るけど、給与も払っとかなきゃいけないってことでしょだからお金の自由は時間を生んでくれるっていうことなんですね。まずは単月で黒字になってないとダメなんです。 だから例えば、借り入れして、ちゃんと返して、えっと、目減りしないっていうか、生活できるとこまで行かないと、授業ってなってないでしょ例えば、3000万借りて、毎月やっていくんだけど、1000万を返しながら、授業自体がまだ赤字になってるってまずいじゃないですか。だから、返済しても OK なとこまで授業を開けていかないと、自由がないでよっていうことでしょ、うん、何が重要かっていうと、時間が迫ってくると、精神的な緊張がやってきて、ゆとりがなくなると、人間性格悪くなるんですよ。だから、性格悪い会社を作っちゃうんですね。で、人に会った時に、 価格の悪い人は相手から物を取ろうとしちゃうんで取ろうとするサイクルになっちゃった時に会社は持ってダメだよね、うん、与える側にならないといけないでしょ、うん、それから経営者はなんで時間を確保しなくちゃいけないかっていうと時間があるので人を成長させられたり教育できるでしょそれから仕組みを作ることができたり、うん、これマーケティングとかですねそれから商品やサービスを成長させられるでしょだからそういう意味でもちゃんとお金の計算とか会計の仕組みは分かっていかないとダメですねだ、うん、からねお金は力っていうのはどういうことかっていうと割合 安い話で景気がいい悪いとかって何かっていうとお金と物の比率なんですねみんながお金持ってるとみんなが物をバンバン買いますよね物をバンバン買うときは物の方が価値があるんですねで、景気がいいときは値段がどんどん上がってきますみんなが買えるからっていうことでしょで、逆に言うと景気悪くなるとお金持ってないから買えなくなるんで安くなりますよね 景気がいいか悪いかっていうのは、お金たいもの、お金たいサービスの値段がどっちの方が価値があるかっていうことなんですよね。うん、でね、あの、経営者の人ってみんなが持ってないときにお金持ってるとすっごい力になるんですよ。みんながお金持ってればみんなが車買うでしょ車の値段どんどん高くなりませんって。だからみんなが物を買うときは、工場もこう設備投資するから、物の方が価値があるから、例えばこの設備投資するのに3000万とかってかかるんですよ。 ところが、お金がなくなって景気悪くなったら、みんなが物を買わなくなるから、3000万の設備投資をしようと思ったら、あのみんなが買わないと値段が下がるでしょ。タイミングによっては、3000万が1500万になったりするんですよ。すごいよね。同じ金額で倍ぐらい影響力があるってことでしょ、うんで。それが分かってると、経営者の人ってね、どこで力としてお金を使うべきかっていうと、みんなが買えないときに買ったらいいんですね。 ユニクロなんで世界まで行けたかっていうと、バブルが崩壊しちゃって、はい、みんなが設備投資しないチャンスって言って、中国にだーって工場作っちゃってますね。うん、インフラの料金が基本的に安いんですよ。お金借りても返すの少ない金額で設備作っちゃったってね。うん、これは経営者が力としてのお金の使い方を知ってたわけですね。だから今の景気悪いでしょ。僕らは会社によってはも,もう、とにかく銀行からお金借りろって言ってるんですよ。バンバンン借りてくれと どうすんですか使わてない。いいから取っとけってね。お金を抱いたままいてくれはいってい、ね、金利がだって1%を切ってるでしょ。3000万とか1億持ってるんですよ。うん で、3年後、5年後、10年後にも設備投資しなきゃいけないって言った時に、うん、すっごい安くなってるから、その3000万とか5000万とか1億で、うん、どうしようかなって言いながらさ、もうちょっと安くしてくれると買うんだけど、とか言って、うん、あ、別にいいんだよ、もう今必要ないからとか言ながらしたら、すごい安くあるでしょ。こういうことが、お金は力って分かるとできるじゃないですか。うん、だから、時間であって、力であるってことが分かんないとね。うん、だからもう一個すごい重要なことあって、ええ、お金を使う使い方がですね、経営者の人は本当に、 わかんないとダメだけど、あのね、経営者ってお金って本当に力だと思いなきゃいけないんですよ。物を買うっていうのはどういうことかってことですね。物を買う立場っていうのはどういうことかですね,ね。あのね、物を買うってことはね、どういうことかっていうと、誰から買うかを選択できるってことです。まあ、その、すごい、あの、ストレートな言い方しちゃうとね、誰から買うかのセンスが悪いと、経営ダメなんですよ。 僕だったら、その分野の一番優秀な人間か、一番優秀な会社から買います。多少高くても買おうかな。うん、なぜかっていうと、一番優秀な人、優秀な会社の顧客になるから。で、僕お客でしょって。だから、僕にちょっと顧客名簿から誰か紹介してよって言ったら、どういうことができますかって言うんです。まあ、例えば分かりやすいんで、保険とかにお花になりますよね。で、保険はちゃんとその人に合った入り方した方がいいんで、とっても仲良しな方が保険ですごく親切にやってくれたら、それは入るべきですけど、経営者で勝負しようと思ったら、その入り方 日本一とか世界一の人に入ったら世界一の顧客リストに入るってことは僕こういう人とこういう人とこういう人に会いたいから紹介してよったら会えるってことないですかだからそれプレミアムでやったらまずいだろって言ったん <laughs> ね<え>。だって買うってことは相手を選べるってことでしょなんで選ばないのって思うけど。 で、逆に言うと、ビジネスってこの反対が変えると成功するんだよね。ついついこの場で言ってしまいましたね。いや、本当と,とどうせ買うんだったらあそこで買った方がいいよね。うん、同じ商品だったらそこで選ぶでしょってことですよ。うん、だから今って景気悪くなってるから、単純に商品とかサービスとかで買われたらダメなんですよ。値段に行っちゃうし。うん。後ろっかが重要なんですよね。それみんなわかんないんですよ。だからね、うん、まあ不用意にお金か使うね。お金の威力がお金だけで終わっちゃうでしょ。それがもう5倍も10倍も。だって一生関わるんじゃないのそうすれば。そういう意味では、その、まあ、優秀なところを 結果的にやっぱり安いですよね。すごく重要なことなんだけど。はい、お金はね、買うってなったら、さあ、誰から買うかって考えちゃう。全員読めますよ。あのー、家買おうと思ってるんですけど、ってはっって相手が言いますからね。で、実はこうでこうでこうでこうしたいと思ってできればね、って日本一の人から欲しいんだけどって言ったらさぜ、全部来ますよ。こうしたら全部。例えば、あの人とあの人、あの人、あの人,とあの人と買いたい。全部来ますよね。うーん、どうしようかなみたいなね。それで、買わなかったけど友達になってって言ったら、全員友達になったりすることもできるじゃないですか。だって相手はそういう感覚持ってんだこの人はって,言って思えばいいでしょ。で いかに顧客としての需要の価値を高めることもできるわけじゃん。<laughs> そ,うそうそうそう。そういう発想ですね。うん、これはもう今日は。プレミアムの。っていうのが分かって、そうか。だから会社の会計状況を分かって。 ととかななないい危んだっって思ったらそ会計勉強するでしょそう,そうですね。そこに戻りますね。それがその、お金ってなんでとかさ、決算必要じゃあ、税リシタ飲もうかって話になっちゃうでしょうで、自分の会社の決算状況とか、会計が分かってる人って本当にないからっていうのが現実なんで、僕が安心するのは、元銀行員だった社長さん、本当にするんですよ。もし自分の息子を社長にしたかったら、銀行入れた方がいいですよ。銀行でいろんな会社見させるんですよ、会計上に。こんだけ分かってれば、あとはビジネスモデルとマーケティング分かったら、そりゃどこまでも行くよねって感じ。 勉強しようと思ったらモチベーション上げないといけないいとでしょ、はい、モチベーションも、これ覚えとくと大成功しますって、はあーみたいな感じじゃなくて、身につまされるような、切羽詰まるような、うっそ、これ知ってれば絶対こうなるのかみたいな感じで捉えればいいから、それは会社の会計状態知っといた方うがいいよね。じゃあどうしたらいいのって言ったら、その会計の本を30冊ぐらい、ガーっと読めば分かります税理士になる必要ないから、自分の会社の状況だけは分かればいいでしょ。分かりました。ということで、えー、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はいはい